これだけ戦力が揃えば激戦となっている徳島でも優位に立ち回れるな。相手の抵抗も相当しぶといけど女子力で圧倒できるってもんよ。ところで皆さんに一つ質問があるのですが、メーカ弥勒家のことはご存知でした？すみません、わからないです。弥勒さん、私そういうのあまり詳しくなくて。私もわかりません。神樹館にもそういう名字の人で心当たりはないですね。現時点では正直弥勒と言ってもピンとこないと思うわよ。よっぽど大社に詳しいならともかく。仕方がありませんわね。そんな弥勒の加盟を再び高めることが私の待望ですの。弥勒さんってつまりいいところのお嬢様なんですか？なんだかかっけー。ええ、それはもういいところのお嬢様でしてよ。執事のアルフレッドを皆さんにご紹介しますわ。これアルフレッド。横文字の名前に身構えるなっつーに。スミ、あんたもよ。ああ、この世界にアルフレッドは召喚されていないのでしたね。残念ですわ。弥勒さん、あまりここではそのキャラを前面に押し出さない方がいいかと。キャラって何ですの、芽吹さん。私は生まれ持ってこうですわよ。それじゃあその子と同じですね、弥勒さん。その子の家、そりゃもう超でっかいんです。自分でもよく迷子になります。マッシーに助けを求めたりもしましたね。え、あれ逆に不便じゃないかな。真なるお嬢様がいる。これは分が悪い。さすが乃木家ですわね。まあ私の家もなかなか大きいですけど。スズメは愛媛出身なのか。タマとアンズもなんだ。よろしくな。みかんについて語り合おう。みかんは私大好物なんだよ。同志がいたのは嬉しいな。愛媛同盟ですね。よろしくお願いします、スズメさん。しずくん、徳島出身の勇者はいないみたいね。まあ仕方なし。香川の水問題について語りたかったけれども。しずくん、ここは北海道徳島で連合を組みますか。だってあなたの好物はラーメンよね。うん、徳島ラーメンは至高。いいねいいね。ようやく議席数が増えたよ。ラーメン党、野党トップのそば党と並んだね。ラーメン党の台頭か。これはピンチ。みーちゃん、そば党をアピールするためバンジージャンプしよう。なんでそうなるのか全くわからないよ、歌の。そして私は貪欲に沖縄を取り込む。どう、夏目さん、ラーメン党に入党しません？いくら石化の頼みだろうと沖縄そばを裏切れない。私はブレない。うどん派は芽吹とあやを入れてより増えたわね。出身地トークで花が咲いてますわね。誰か高知県出身はいませんの？この指とマレーですわ。それなら千景がそうだぞ。なあ千景。千景さん、高知の誇りを胸に戦いましょう。よろしければ今度お昼にカツオでも。私は生まれ故郷に愛着を持っていないわ。そうなんですの？仲良くなれるきっかけと思ったのですが、残念ですわ。では家柄トークをしましょう。氷家はどういった家柄で？家なんて関係ないでしょ。その話はしないでくれる？関係なくはないですわ。自分の執事ですわよ。あのね、結城優奈、高島優奈、うどん好きな人が増えたことを記念して一曲歌います。聞いてください。うどんとメタルを融合した全く新しいミュージックを。うどん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 になりたーい。うどん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 を食べたい。新しいミュージックっていうか、ただのユーナワールドじゃないのよ。
あれ、受けると思ったんだけどな。ひらめいたのにね。残念だね、ゆうきちゃん。さて、ずいぶん話し込んだことですし、今日はここでお開きとしましょうか。そうですね、解散しましょう。ちょっと、あなたたちは私の部屋に来て。先ほどは少しお騒がせしてしまいましたわね。千景さんが怒るとは思いませんでした。人によっては自分の家が嫌いってやつもいるんだぜ、ミロク。正直、私もあまり好きじゃない。なるほど、わかりましたわ。しずくさんに、しずくさん、ありがとう。ところで思ったのだけれど、私たちは同じ部屋で過ごした方がいいかもしれないわね。クスノキがそれを望むなら別にいいけど、なんで？戦闘システムがまとめて最新のものに統一されているということは、私たちも勇者と肩を並べて戦えるということですわね。守ってもらえれば安全なのにな。どうして口を塞ぐのさ。そういう弱音は言わないの。先森が勇者に劣っているなどと思われてはいけないわ。芽吹先輩、そこまで気負わなくても大丈夫ですよ。ありがとう、あやちゃん。でも私たちはここに来ていない先森たちの分まで頑張らなきゃ。そして何より重要なのは犠牲を出さないこと。両方きっちりやらないといけないのよ。もとより弥勒の名前を売り込む大チャンス。私はやる気満々ですのよ。そのために私たちはより連携していかないと。だから同じ部屋に住むのよ。よく考えたら、メブに四六時中守られているというのはいいかもしれない。いやー、言ってるそばから来てしまった。噂の次回が警報だよ、メブ。腕が鳴りますわ。弥勒家最高物語は新たなる局面を迎えますわよ。行ってくるね、あやちゃん。責任感の強い芽吹先輩、私は大好きです。でも忘れないでください、先森も勇者も平和を、日常を守るという志は同じ。仲間なんですよ、あやちゃん。樹海が来ちゃったね、ぐんちゃん。これからだったのに。行きましょう。先森のみんなとも呼吸を合わせて戦わないとね。うん、ぐんちゃん。気を使ってくれてありがとう、高島さん。私は大丈夫だから。わ、優奈に近げ、早いな。これからゲームしようとしてたのに困ったよ。ここでは先森の集団連携が使えない。戦い方を変えていくわよ。心の準備はいいわね。大丈夫、この状況下での戦い方はイメージできている。同じく、戦い方が変わろうと弥勒は最強。心の準備はあんまり良くないけど、逆らえないのではいと言います。スズメはいつものことなのでいいわ。さあ出撃ね、行きましょう。皆さん、どうかご無事で。神樹様、どうかお守りください。ああ、戦闘が主な任務なんて、いつにも増して緊張する。すごくガチガチに見えるんですけど、大丈夫ですか、スズメさん。ああ、優しいね、イツキちゃん。大丈夫じゃないから気にかけてね。年下だろうと全力ですり寄りますわね。イツキさん、スズメさんを必要以上に気遣うことはないですわ。そんな精神な。ああ、敵が来た。ああ、死んじゃうよ。やだやだやだ。あ、スズメちゃん今すごい動きをしたね。ぬるんって、ね、せっちゃん。そうだね、すごいじゃんよ。これ普通に戦力だわ。大量の敵が来ました。特
徳島があと少しで完全奪還だけあり、相手も全力と思われます。うわあ、あんなすごい数無理だよ。メブ、戦銀の性能が引き上げられているなら恐れることはないわ。行くわよ。戦ギヌで思った以上の力が出る。いけるわ。殲滅。よし、カリン、一気に敵を撃破していくわね。でも私だってあれぐらい、いえ違うわ、優先されるべきはみんなで生還すること、そして勇者と同等の戦果。分かっていたのに、三好カリンを見ているとペースが乱れてしまうわ。ミロクさん、雫、スズメ、大丈夫？もちろんですわ、芽吹さん。ミロクの人間らしく順調に敵を減らしていってますわよ。同じく結構貢献していると自負している。なんとかやってるよ、芽吹。来なさい。今の私ならこれぐらい。クスノキ芽吹、私と一緒にやるわよ。三好カリン。うわー、すごい連続攻撃だよ。カリンちゃんも芽吹ちゃんも強い。やっぱりあんたと一緒だとめちゃくちゃ心強いわね。勇者部も大幅に戦力増強だわ。三好さんも腕をより磨いているわね。ここまで敵を圧倒できるとは思わなかったわ。本当に芽吹強いわね。何あの動き、びっくりしちゃったわ。さあ来い、勇者部の太刀で迎撃してやる。芽吹ちゃん、私も力を貸すよ。一緒にやろう。先森も勇者も平和を、日常を守るという志は同じ仲間なんですよ。ええ、一緒にやりましょう、高島、そしてカリン。まだまだ敵が湧いてきますのね。よくってよ、弥勒家の礎になりなさい。弥勒さん、あまり前に出過ぎては危ないですよ。熱くなると突出する人が数人いて困るわ。まったく。弥勒さん、あなたの腕前はよくわかったわ。でも前に出すぎよ、自重して。千景さん、ご忠告感謝しますわ。そしてさっきは言い過ぎてしまいました。いいわ別に。あとカツオのことは嫌いではないわ。では今度一緒に食べましょう。私たちは同学年という共通点もありますし。それもいいわね。でもまずはこいつらを。ええ、ぶっ殺して差し上げますわ。過激な言葉遣いね。チームワークが完成したね、ユーユー。高まる高まる。うん、みんなが仲良くなると嬉しいよね。よし、心置きなく勇者パンチだ。敵の数がどんどん減っている。いけるぞ。このまま力を合わせて徳島を奪い返す。